どうも、夏美です。今日は私初めて居酒屋塚田農場に来ました。テレビなどで、ね、結構出てきたりしていて、まあ養鶏場の農家のおじさんのところ全部鶏買っちゃったりとか、まあ丸々買っちゃうというね、なんか特殊な手法を使って安く美味しいものを提供しているっていう居酒屋みたいなんですね。で、ここのサービスも結構独特で、まあいろいろ話題になってたんで、ちょっと近くにあったので来てみました。こちらの方々が、まあ、鶏を作ってらっしゃると、やっぱここに来たらこれなんですよ。炭火焼きの地床ね、これ絶対美味しいわけですよね。で、地床セットっていうのがあって、鶏のたたきもついてるんですね。これはいい、絶対これ、いやこれ相当うまそうだな。これレバテキとかもあるんだよね。いや私このね、生ホルモンも頼みました。いや美味しそうですね。あとこれも頼みました。これも超美味しそうだね。まあこうなるでしょう。ちなみに横で大学生が合コンをしていてすげえうるさいのですけど、まあ気にしないでください。これがお通しみたいです。こう味噌も使うのね。そしてきました、地鶏のたたきか。これ食べ方合ってんのかな。これこっちと味噌をつけて、うまい。これガンガンいけるよこれ。皆さんどうやら塚田農場の味噌最強です。これマジでうまい。鶏のたたき、あうまい。タレが美味しい。これはやばいわ。やっぱタレがうまいですね、この鶏ので、ネギがふんだんに入っているっていう、やっぱネギがたくさん乗ってるとこちらとしてもすごいテンション上がるんですよね。これは美味しい。普通の居酒屋で鶏のたたきとか僕食べたことないんで結構感動しています。まあ鹿児島とかでは割とあったりするんですけど、ありがたいです。九州の味を東京で食べれる、いいですね。うわめっちゃうまそう。やばこれ、もうこの鶏から出てる油がジュクジュクとね、チー油出てます。チー油がそちらのお好みで柚子胡椒をつけるってことですね。うわーやべえ、これマジうまそう。ついでにきゅうりもきましたね。しらすのおせんべいも美味しそう。いや柚子胡椒の香りいいねこれ。これはうまいわ。これ完全に一押しですね。炭火の焦げた香りと鶏の脂、あと柚子胡椒、もうぐわっともうあっという間に口の中に入って、うまい。これ癖になりますね。やっぱこういう普通の居酒屋なんですけども、鶏に特化してるっていうことで、普通の居酒屋にはないメニューが結構たくさんあるんですよ、そういうのが本当に美味しくて楽しい。そして横の大学生の合コンがすごい盛り上がっている。柔らかいのに歯ごたえがあるっていう、なんか一見矛盾したような言葉がこれに当てはまりますね。弾力あるんですけどサクッと歯で切れて食べやすい、美味しい、ジューシー、そして脂もある。盛り上がっております。じゃあこれいきましょうかね。しらすのせんべい、これしらすチーズせんべい食べてみましょう。磯の香りとチーズの香りがむっちゃマッチングしてて、これは最高の酒の当たりですよ。少ない量でこのインパクト半端ないですね。これどうなると思います？まあこうなりますよね。うまい。私思いつきました。これね、味噌につけるんですよ。この塚田農場最強の味噌、これを最強の地床につけるわけですよ。それが美味しくないわけがないんですよ。うまい。味噌の甘みと鶏のジャンク完璧ですね。今しかた本当に喋りながらよだれが出てる。これは美味しい。ハマりますねこれ。美味しい。
もう一回言います。美味しい生ホルモンの炭火焼き超うまそう。これ音聞いた音、これにレモンをかけて食べるらしいです。もちろん激うま柚子胡椒もございます。これはもう美味しいでしょ。もう食べなくても分かるから、もう食べないでおこうかな。まあ食うんだけどね。やっぱ安定のうまさだわこれ。生ホルモンね、これほんと美味しい。いやこのホルモン美味しいわ。生ホルモン焼きすぎずにこの少しだけ肉感を残してるっていうところがやっぱ生ホルモンなんでしょうね。これはうまいわ。もう酒進む。どうなるかと思います。あ、酒進むって言ったね。これどういう意味なんだ。あーすげえどうでもいいことなんですけど、かっこつけて、これテーブル会計なんですよここってね。なんでお金をそっとテーブルの方行って、でお金置いたんですけど、1000円足らなかったんです。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。